はい、どうも、ゆうねいです。もう生まれちゃった、新しい命。今のところ見つかったのは2匹のみ。まあこれから増えるでしょうね。あれから探したんですが、他には見当たらない。この2つが今のところの私が次に育てるべき子供たちのようです。そして今何やってるのかというと、土替えですね。土替え、あんまり汚い土放っておくとダニが湧くんでね。はい、ででん、おお、まあ今引っ越しのね、ためにね、みんな動かしたんですよ。ちょっとゴミが回らないようにしよう。まあそしてこっちのケースにはね、はい、クワガタがいますよ。元気元気。あとで体にダニがついてないか一匹一匹チェックするとします。うん、まあね、コガネムシの飼育だけで言ったら、この私がまあ多分同世代ではトップなんじゃないかな。まあ前回の去年のこの子たちのね、飼育の反省点としては、一度に何匹も入れすぎたから、まあね、管理も大変になって、まあ、結果死亡者が続出したって話ですね。最初は35個あった卵から最終的に成虫になったのは4匹っていうね、青銅金がいますし、まあなんでね、今度はまあこういうタッパーをね、目いっぱい買って、その中に2、3匹ずつ入れて、まあ、死亡者を少しでも減らそうかなっていう方針でいこうかと思います。まあ、っていうか、多分これ産んだのは私が野外で採取してきた銅金ブイブイ。一応この子たちで繁殖するとなると、兄弟で繁殖することになってしまうんで、まあそれってあんまりよろしくないんですよね。まあでも昆虫だから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なのかな。まあ近親交配っていうのかな、親近交配、うん、なんだろう、まあね、まあ兄弟でまあ子供作ることを言うんですけど、そういうことになって生まれた子供って、まあ、血が近すぎて、血が濃すぎて、あんまり強い子には生まれないんですよね。まあ人間とか人間とか哺乳類でいうと、哺乳類じゃなくて、まあ爬虫類でもか、まあハムスターなんかじゃ、まあ、ギリ大丈夫って話なんで、この子たちでは大丈夫なのかな。ああ元気元気。後でご飯と卵の殻もまだついてる。後でご飯と、まあお家作ってあげるからね。まあちょっとそれまで待っててくれ。今この中にぶち込んだら殺されてしまう。それではまた。